お笑いコンビランジャタイの伊藤浩二さんが芸能活動休止を公式サイトで発表しましたまた伊藤さんも自身の SNS で謝罪のコメントをアップしました写真を見るランジャタイ伊藤浩二さん芸能活動を休止未成年の女性と関係を持ったことが発覚本人も SNS で謝罪深く反省し徹底して自分自身を見つめ直します全文公式サイトでは 弊社所属タレントランジャ対伊藤浩二につきまして、以下の通りご報告いたします。と、投稿。続けて、この度、伊藤が未成年の女性と関係を持ったことが発覚いたしました。と報告しました。そして、詳細な調査の結果、伊藤自身はその相手に年齢を偽られており、確認した身分証明書も偽造であったため未成年であることを知らずに行動していたことも判明いたしました。 と、説明、さらに、年齢に関しての誤信があったものの、自身の置かれている立場に対する自覚と責任に著しく欠けておりましたことを弊社として重く受け止め、芸能活動の休止もやむを得ないものと判断するに至りました。と、綴りました。公式サイトでは、関係者各位、ファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけすることを深くお詫び申し上げます。 伊藤も今回の事態を重く受け止め、深く反省しております。今後は再発防止のため、伊藤に対する指導を徹底するとともに、精神的なケアとサポートを行ってまいります。と、投稿。続けて、活動再開の時期については、状況を慎重に見極めた上で判断し、改めてご報告させていただきます。コンビとしての活動は伊藤の復帰まで一時休止となりますが、 相方の国崎は活動を継続してまいります。関係者各位、ファンの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続き国崎へのご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。と、しています。また、伊藤さんは自身の SNS で、この度は、私の浅はかな行動により、 多くの皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。関係者の皆様、応援してくださっている皆様に対し、改めてお詫び申し上げます。と、謝罪、続けて、今回の件を深く反省し、徹底して自分自身を見つめ直します。自分の下使いのけじめとして活動を休止させていただき、信頼を取り戻すために努めていきたいと思います。 本当に申し訳ございませんでした。と、しています。